綺麗な花束なの。君にぴったりだろ、ジュリエット。あ、ロミオ。可愛くなった。今度のデジタル G。ピュアブーケ、ピュアブーケ、ピュアブーケ。花の香りを閉じ込めました。香りが息づく石鹸、花王のピュアブーケ。花束みたいな贈り物です。思いっきり入ってるあのウェーブ頼みますわ。流行りのウェーブならこれですわ。脳天直撃ヘッドホン、ショックウェーブメタル。お似合いですわ。そうかしら。パナソニック。めちゃめちゃかっこよかったぞ今。踊ってましたよ。一杯はいくら、やっぱり5万円。いや50位以下だったら即買い。すごいね。独自の感性とスタイルで人々を魅了し続ける男、その男の名は宇野鈴木。お笑い芸人、そしてアーティスト。その活躍はとどまるところを知らない。そんな彼が今また新たな才能を披露する。企画宇野鈴木、構成宇野鈴木、演出ウド鈴木。ウドプ。今売りなりに新しい1ページ、これだけのメンバーが今揃いました。しかし今日の主役はこの方であります。ウド部の発足を祝い、いよいよお招きしましょう。部長ウド鈴木さんです。皆様大きな拍手で。ウド部、あれウド部って何これ。ウド部、ウド部なんか入った覚えないでしょ。いや、皆様みんな聞いてくれ。はい、仕切り直した。今8時ちょうどだ。はい、8時ちょうどこのコーナーがメインコーナーであるということ。おお、それをこの売りなりの2軍メンバーでお送りする。そうさ、俺らは2軍さ。俺がメインのコーナーは1回で終わりが多い。あれだ、あれだ。俺ら2軍のいじってやつを見せてやる。見せてやるんだ。しかし内村、ちょっと待った。内村、あくまでもウドブは俺がメインなんだ。その割にはカメラ見る時間が短いな。本当にありがとうございます。おーし、また今日はみんなと。その仕切り多いな。お前の中の山はどこにあるんだよ。山はみんなが作ってくれよ。ウドブパート1。よし、みんな着替えたか。そんなに顔動かすな今。よし、みんな着替えたか。着替えたよ。みんなにこんな格好させて、一体何するんですかこれ。なんか童心に帰る、子供に帰ることによって皆さんのこれからに役立ってほしいと思います。それでこんな格好。はい、なるほどなるほど。みんな、じゃあもう子供でーす。なるほどなるほど。どうやって子供の心に帰るんでしょう。はい、はい、今日はカタツムリの生態を探ります。探る。皆さん、カタツムリを最近見てます？いや、そういえば見てませんね。ね、見てないでしょ。口々にね、そう思うでしょ。口々にそう思うで。生態見るだけなの、こんだけのメンバーいて。じゃあ、こうビシッとやめたらみんな切れかかってます。そう俺についてこい。俺の旗についてこい。俺の旗についてこい。まんまじゃねえか。ほら、いっぱいいるでしょう。わあ、これはいいカタツムリだな。そういう面もあるんだ。はい、なんかいいカタツムリとかそういうのありますよ。どういうのがいい。どういうのがいい。これまず渦を巻いてるやつがいい。だいたい渦巻いてる。だいたい渦巻いてる。部長の指示によりカタツムリの絵を描き感想を添えることに。これ誰か罰ゲームとかもないんでしょ。ないよ。そんなのあったらなんか
プレッシャーでしょう。これも視聴者これ書くだけの時間はやばいでしょこれ。いや今なんか面白いことやっとかないと。だからアムロ君それはもう今視聴者も書いてるよ今。視聴者も書いてるのこれ。結構ミュージックステーションに行っちゃってると思うよ。やべ。そして30分が経過。部員たちの絵を部長が採点することに。浜口さん行きましょう。こんな風に見てください。可愛かったっす。おお、素晴らしいです本当に。可愛かったっす。可愛かったっす。いいんだこれ、大正解だこれ。これで大丈夫ですか。いや大丈夫だよ。今テレビに映ってることごっつい不安なんですよ。そうだよ。当たってるのかどうかがね。こちらです。はい。現在8時7分。ああ、これ編集ってね。大変だよ。4にしようかなと思ったんですけど4が妥当の選手。いや、うわ、素晴らしい。多分7分でしょう。こうして部長は全員の絵の採点を終えた。じゃあね、部長の。そうです、はい、こちらです。カタツムリって右巻きだなって思いました。なんだろこの絵。これ、はい、これは何ですか。心霊写真が。人間出ちゃった。どれが今日の最優秀賞でしょうか。そうだよ、これです。はい、冗談じゃないな、はい、あとですね、皆さんでもし僕らに生態を探ってほしい生き物があったら。何続けよう。何シリーズにしようとしてんだよ。こちらまでお前の出すな出すな出すな。うどぶパート2。宇田部長、次の企画は何でございましょう。はい、はい、ズバリフィーリングカップル6対6です。フィーリングカップル6対6、はい、このコーナー衣装だけは豪華ですよね。すごいでしょ。もうすでに3回目の衣装ですよ。すごいでしょ。どれだけみんなが期待してるか分かるでしょう。分かりますよ。はい、というわけで今日は本当に、はい、日本の各家族、はい、蚊が住んでる世の中でもっとコミュニケーションを取っていこうということで皆さんにお集まりいただきました、はい、なるほどなるほど。早速フィーリングカップルお相手との対面へ。こちらです。ウドが用意したお相手とは。これうわ犬。マジ。これはどういう狙いなんですか。お犬様。これは、はい、つまりもしかしたら時代もしかしたら犬の方が考えとけよ自分。各自一本ずつ紐を選択。繋がれていた犬がお相手となる。この後どうなるんですか。そうだよ、カップルができたけど。どうすんの。でしょ。なんかもうほら、いろんなとこ行きたいじゃない、カップルだったら。ねえ、行きましょう。どこ行くの。どこに行くの。フレンチとパイプじゃないですか、普通。そしてウドブは犬を連れてただ近所を歩き回る。部長、とりあえず公園から公園まで来ましたけど。はい。そしてどうしましょう、はい、あ、もう、はい、これでこの、デートは終わりです。どうしましょう。これメインのコーナーなんですけど部長、これで全コーナー終わりですか。いや、あ、次がメインなんですね。まだドカンとありますよ、名物コーナー。ウドブパート3。ウドが自信を持って送る名物コーナーとは。さあ、さらに突き抜けるような盛り上がりを見せてまいりましたこのコーナーでございます、はい、ね、この第3弾、はい、一体どういう企画なんでございましょうか。はい、題してパチンコ大会。パチンコ、イエーイ。今まではっきり言って売り慣れてパチンコ出てこないでしょ一回も。いや、大好きとかでやってるんで、あんまりやらないようにってことでしょ。そこで一ひねり入れましたね今回。はい、それでは早速例のものお願いします。あ、そのひとひねりとは。お、なんだなんだ。ずら、はい、どうですか皆さん、こんなのバリエーションがありますよ。はい、今日はというわけで皆さんがお好きな面をかぶっていただいてパチンコ挑戦していただきます。なんか意味があるのそれ、面かぶること。はい、そしてパチンコしてもらって、うん、一番出た人の面が今日のラッキー面。ラッキー面、はい、ラッキーズラ。山梨弁じゃん。そうズラ。ちょっと重いな。ラッキーズラ。江戸前ズラをかぶって、はい、カメラ。パチ
喧嘩するだろ、ね、やらだ。ハイジニさん。もういいじゃん。もういいじゃん。そして全員のズラが決定した。よーいスタート。果たしてラッキーズラの栄冠はどのズラに輝くのか。開始して10分。スペシャルに着きました。ウド部長自ら来て。そこだ、そこだ、そこ来た。オープン。部長大当たり。あ、部長ミンチ。結局この30分ウド部長だけが楽しんだ。長谷さんやりました。はい、というわけでですね、今日の、ラッキーズラ、ハゲズラに決まりましたけども、あの皆さんもお近くで、どうか試してみてください。皆さんに一言よろしいですか。最後にねぎらいの言葉でも何でも。これからがウド部の勝負、本当の勝負です。今シミュレーションをして手応えをつかめました。ありがとうございました。シミュレーション、これだけのメンバー集めてお前シミュレーションしたの。シミュレーションってのはどういうことだ。シミュレーションってのは、それではまた皆さんのお近くのラッキーなアイテムをお願いします。終わってない、終わってない、終わってない、ラッキー。待って、うどぶは永遠に止めてます。こうしてうどぶの一日は終わった。しかしこれから本当のロケが始まることをウドは知る由もなかった。どうも今日お疲れ様でした。その夜、出演者とスタッフで開かれたウド部打ち上げ会。仕事を終え、ご機嫌なウド。どんどん酒が進み、1時間後完全にダウン。お待たせしました。ここからが今日の本番です。全国の皆さんこんばんは。うどぶと今まで申しておりましたけども、これは略称でございました。略称ですか。正式名称をここで早速紐解きましょう。はい、こちらでございます。うど実験部。ウド実験部、略してウド部でございました。わかりました。ウド実験部とは、ウドの生態を研究していこうじゃないかということでございます。ウド実験部、これから様々な実験を通してウドの生態を明らかにしていく。これからですね、2つの立証を行っていきたいと思います。よろしくお願いします。まず立証その1、ウドは一度寝ると、めったなことでは起きません。その習性をですね、これからちょっと実験してみようじゃないですか。実験その1、ウドは一度寝たら起きないのか確かめてみよう。まず最初に、酸っぱいものを食べたらどうなるか。これをですね、天野くん。辛いものを食べたらどうなるか、これを立証してみたいと思います。これは辛いですよ。あ、飲んでますね。飲んでますね。お、飲み込みました。お、すごい。これは辛い。あ、穏やかな顔に。早いですね。続いて、私が自らちょっと頭をはたいてみましょう。それは普通起きるでしょう。微動だにします。これでも起きないということが立証されたかと。ウドは一度寝ると本当に起きなかった。さて立証その2、これを行うために、ちょっと移動してみたいと思います。移動するんですか。このまま
次の実験のためにウドを輸送。輸送先はプール。さあそれではいよいよ最後の立証に行きたいと思いますので、はい、します、プールに浮かべてみます。はい、それでは、皆さんあちらの方に、はい、スタンバって、ちょっと浮かべてみましょう。出ますよ。プールに浮かぶウドを待つ実験とは。小籠流しみたいな。この番組は花王とご覧のスポンサーの提供でお送りします。元気出せよこっち向けよ生きていける毎日この道がどうなってるか全然違うぞ。しっかりしろ。その缶コーヒーはミスター。あんな奴のこと忘れちゃいなよ、ね、さらっといこう。さらっとレモンのしずくで。さらにサラサラレモンのしずく。眩しい空ね、夫婦で入りましょ。よし、夫婦で入るフォーエバーイー。ちゃんと二人で入らなきゃね。二人で入る一つの保険。一緒にね。割安な保険料で夫婦二人を保証。フォーエバーイー新発売。ムーミングッズなどが当たるラブフォーエバーキャンペーン実施中。スタンバイ完了。果たして次の実験とは。さあいよいよ最後の立証その2でございます、はい、立証2つ目はですね、ウドは嘘つきであるというで、これを立証してみたいと思います、皆さん、以前ですね、はい、有野と私が、力の限り戦いました寝ない対決です寝ない対決、うん、あの時ですね、私と一緒に行動してたウドは、すぐさま寝ました、うん、そして3時間後起きた後にですね、第一声が寝てません。以前放送した寝ない対決のロケ中寝てたな。寝てないです。お前寝てたろ。もう寝てませんよ。今回もまた嘘をつくのだろうか。実験その2、ウドは本当に嘘つきなのか起こして確かめてみよう。それでは早速、ウド君を起こしてみたいと思います、はい、こちらの、レベルを上げますとスピーカーが中で、はい、首からぶら下げてる聞こえるようになっております。はいはい、じゃあ早速、はい、起こしてみましょう。お願いします。ウドウド、ウド朝だよ。ウド、ピクリともしない。すごい音がでしょ。ちょっとすみません。我々の予想は。これちょっとすごい音だ。かなりレベル上げましたよ今。もう一回聞きましょう。はい。ウド、ウド帰るよ。ウド。この起こし方では全く拉致が開かない。そこでプールサイドから全員で直接呼びかけることに。それでは皆さんいきますよ。はい、それではいきましょう。はい、せーの、よっしゃしてウドはまた嘘をつくのか。するなよするなよ。おしっこしたいんだ。ウド、お前寝てたろ。寝てません。ウドは本当に嘘つきだった。おや、大丈夫。大丈夫です。眠い。眠いです。何してた今まで。もう起きましたよ。ウド、正直になっていいから。俺は正直なウドが好きだから。うん、寝てたろ。寝てません。寝てません。分かった分かった、寝てないのは認めよう。今、眠いだろ。よく、眠いです。それでは部長、最後の挨拶をカメラに向かって。寝てません。
社交ダンス、写真に続く新境地を開拓したい南原と、売りなり出演者の中で常に目立たない存在の浜口が結成した天然ブラザーズ。そんな2人のために内村が考えたのは、ジョン・コルトレーン、ソニー・ロリンズなどジャズ界のビッグアーティストたちが手にしているサックスをマスターし、岐阜県明豊村で行われる国内最大級の野外ジャズイベント、サマージャズイン明豊97にサックスプレイヤーとして参加すること。しかしこのイベントに2人の大物が名を連ねていた。誰？ご紹介いたしましょう。こちらです。トップ2人じゃねえかよ。もう日野さんに会ってきたから俺。嘘。うん。なんと内村が交渉したのは大物の1人、日野照正。89年に日本人として初めてジャズレーベルの最高峰ブルーノートと契約。国内のみならず世界的にも有名なジャズトランペッター。そしたら日野さんが条件があると。ただし、うん、何？それは映画サウンドオブミュージックの中の名曲マイフェイバリットシングを初顔合わせの時に演奏するというものだった。日野さんと会うのいつ？来週ぐらい。え、もう来週？え、ちょっと待って、来週でこれをやんなきゃいけないの？うん。しかも練習期間は1週間。早速ヤマハ音楽教室、佐々木明子先生と練習を開始した2人。パーツでの練習です。はい、まずですね、下唇を巻いて歯の上にかぶせてください。サックスは独特の口の形で吹くため、初心者が音を出すのが難しい楽器。しかし南原は初心者にもかかわらず見事音を出すことができた。一方の浜口は、いい音してますね。全く音が出せない。その後のサックスを使った練習でもどんどん先へ進む上々の滑り出しの南原に比べ、浜口はすっかり取り残されてしまった。また元通りじゃない、元通りじゃない。そして楽に目つぶったらいけますね。お、いいね。僕目つぶっちゃいました。1時間後ようやく音を出すことができた。しかし日野さんの前での課題曲発表はたった1週間後。深夜何とか時間を作って個人練習を始めた2人だが、とうとう南原はあまりの多忙のため練習に来られなくなってしまった。それでも浜口は南原との差を埋めるべく、仕事の終わった後毎日深夜まで熱心に練習を重ねていった。そして日野さんに会いに行く前日、2人揃っての練習が行われた。南原、久々の練習で C の音が上ずってしまう。コースヤックス。お前練習したろ。めちゃめちゃしましたよ。なんと浜口が南原を追い抜いた。しかし重大な欠点が浜口にはあった。できんのか浜口、お前俺がいないで練習したって言ったけど。あ、何がキラッと光るもんだ。もう一回。プレッシャーにしようかな。ダメだ、カメラが俺をこう撮ってるのか。浜口はプレッシャーに弱いのだ。残り少ない時間練習に打ち込む2人。しかしお互い不安を残したまま運命の日を迎えた。さあとうとうこの日がやってきました。どうですか自信のほどは。僕は数々の修羅場を越えてきた人間ですよ。奇跡の一級合格社交ダンス、それしかないんですけど。今回に関しては自信がありません。僕は修羅場あんまりくぐってないんで、自分との戦いで緊張せへんかったら実力が出れば大丈夫だと思うんですけども、 20% も出せないと思うんで。さあそれでは早速できる、私まずちょっと先に会ってまいります。
とにかく絶対ミスんな。頼むぞ。チキショー、ノーメイクで来やがって。頼むから。日のテレマサ登場。野菜が主役の冷蔵庫、その名は最適臭のマカセンサイ。格子の高さの野菜室、モニターテスト添いカプセルは見出し新鮮野菜室。ペットボトルも立て置き OK。 富士通ゼネラル最適臭のマカセンサイ。野菜のことならマカセンサイ。Wow, Mintia really does it. Mintia, Mintia. Hey guys, ever heard of Mintia? Wild and cool? Wild and cool? Go cool! 3つの味の超刺激 Mintia, 100円。ビタミンブレイクしたい。チーズケースプラス。サクセス。クイックスタイリングからブロー専用。寝癖が直る。思い通りにブローが決まる。ブローもクイック。サクセス。クイックスタイリングブロー用デビュー。サクセス。男の朝はシェービングジェル。ジェルがひげを柔らかくするから、濡らさなくても濡らさなくてもすぐそれ。サクセスシェービングジェル。電気カミソリにはプレセーブローション。おはようございます。めちゃめちゃかっこよかったぞ今。踊ってましたよ、踏みながら。あのうちの南原と浜口という男2人がですね、これから初対面なんですけども、日野さんに言われた通り曲をある1曲をマスターしてきましたので、それをぜひマスターなんかできるわけないじゃない。そうです、俺たち何十年やっても全然ダメ、全然ダメなんです。今でもダメ でしょ。ほんとおこがましいんですけども、ここでお忙しい中聴いていただきたいと、はい、よろしいでしょうか。聴きましょう。できるわけないじゃないって言ってますか。あの殿様がいるか言ったか。言ってこいよお前。さあじゃあ行くよ。嘘できない。いやもう行きたくない。できる。もう今更練習した。どういいですか。どうです。さあ行きましょう。どうさあどうぞ。はい、来いよ早く。失礼します。失礼します。緊張の面持ちで日野さんの前へ向かう2人、果たしてここまでの練習の成果を出すことができるのか。次週日野さんの審判が下る。ブラックビスケッツ台湾デビュー大作戦。前回台湾のビッグ流日台湾同協会の千会長に台湾デビューに向けてのバックアップをお願いしたブラビの3人、今回は台湾の人たちに好かれるための作戦を展開。我々が日本と台湾の友好の架け橋になろう。ずいぶん大きく出ましたね。特に今の日本の外交はですね、お前出たぞ、お金さえ払っていけばいいという。ポケ手突っ込むな、かっこいいな。恐竜似てますか。天丼天丼。いいよ。何なんですかそれ。台湾でいいものを日本に広めようじゃないか。台湾の思い出は。あのビビアン家で食べた魚ね、あれも良かったと思います。あれ良かったね。あんなの広めてるなお前。何大変なことになっちゃう。ご飯うまかったっすよ。美味しいよ。台湾に行った時3人が特に気に入ったのがご飯の料理。これを日本で広めてグルメ部門の文化交流を行うことに。その料理の名前は猪油飯啦。え、猪油飯啦。猪油飯、豚油ご飯。それは売れねえや、豚油ご飯。そんなに普段にはイカムカムする。
名前を変える、うん、変える。ブラビハン日本でないもんだって。日本でないないだろう。食ったことないからね。でもそれだったらちゃんとそのさっきの名前で売ればいいじゃないですか。中央ファンって言ったら馴染みは薄い。ブラビハン。早速3人は台湾料理店に行ってその美味しい料理の普及活動をすることに。果たしてメニューに入れてくれるのか。リホ、あのですね、はい、この間台湾に行って非常に美味しい料理を見つけたんですよ。はい、作れますかね。うちの調理長は台湾の人ね。あ、そうですか。ちょっと台湾人の調理長にその料理について聞いてみることに。この間向こうで食べてすっごい美味しい幻の料理があるんですけど、その台湾昔の、はい、そう昔の料理でした。みんな金持ってない時の、うん、お金持ってない時の、そうですね、これ安いですか、貧乏の家庭で。あれ作れますかね。あれ作れますか。はい、ちょっと大変ですけども、はい、お願いします。あのね、あとでご飯の名前は本当にブラビハンになる。うん、そうだよ、そうだよ。あとね、一杯はいくら、うん、やっぱり5万円。いや。ここでその料理の作り方を。まず豚の脂身を熱してラードを作り、それをご飯にかけます。あ、でもいいね。ほら俺ら貧乏だからさ、ブラブラ。合ってるよ、ブラブラ。そして醤油をかけて出来上がり。いい匂い。いい匂い。いい匂い。わ、すげえいい匂いする。どうした？止まんない、止まんない、止まんない、止まんない。うん。うん。絶対売れるよ、うめえよ、やっぱり。これ食べてます。ここで他のお客さんにも食べてみてもらうことに。あ、すみません、いただきますちょっと食べてください。うん、大丈夫。うまい。うんうん。どうですか、ちょっと素朴な料理なんですけど、一番食べそうな。あなたなんかラード好きそうな。お願いします。どうぞ。あ、おいしい、本当に美味しいでしょ。でしょ。これ流行るよね、やったら。ね、バターつけてるみたい。でしょ。これね、評判いいですよ。特に女性とかにメニューに入れてみてくれませんかね。もう名前はね、決めてあるんですよ。ブラビハン。それはいい。なかなかね、僕ら自分の名前を人に貸すことないんですけども、うん、なんか特別ですよ。お願いします。あ、はい、水タンタン。水タンタン。番組ではブラビハンをメニューに入れてくださる中華料理店を募集します。こちらの宛先までお申し込みください。詳しいレシピをお送りします。また今回3人が訪れた台湾料理店屋台では、明日土曜日11時30分よりブラビハンが新メニューとして登場。場所は市ヶ谷駅のすぐ近く。ぜひ一度ご賞味ください。CM の後はオリコン初登場グリーンマン。50位以下なら特に解散。ようこそ、いらっしゃいませ。ボンゴフレンディホワイトスペシャルと言いまして、いろんなところがスペシャルなんです。かわいいよね。ありがとうございます。えボンゴフレンディホワイトスペシャル登場、この週末ぜひ。 That's Mazda。 近頃趣味が多くなったんですが。何？マツダのフェアに行くしかない。いいから来なさい。はい、マツダのフェアへ来ればいいな。マツダの RV は大好評の特別金利 2.9%。 この週末はマツダに乗りに行こう。ぜひ。 That's Mazda。クールタイム、クールタイム、クールタイム。ハードと新作ソフトでクールパッドプレゼント。セガサターン。俺で遊べ。ミスターボーンズ by セガサターン。コンビニで。この夏シャワーをもっとクールに。爽快バブシャワー。シャワーの仕上げにさっと塗って流す。爽快成分が広がって全身をクールに包む。スーッとして気持ちいい。肌もサラサラ。夏のシャワーをクールに。爽快バブシャワー新発売。ポエットビスケッツグリーンマンオリコンランキング発表。
的には危険ですばい。ドキドキするね。50位以下だったら即解散。そんなのやめてくださいよ。20位以下だったらココリコの田中と交換。とりあえず50位からもう下だったらもう解散しよう。え、やだ。いや、じゃあ解散だけども、あの、ほんとすいません。はい、一生出ました。ほんとごめん、だってしょうがないじゃない、そんなの俺だって驚されただけだろ。なんで俺は謝らなかったよ。マジで俺ほんと嫌なんだそういうの。でも気になるだろう。さあ行ってみましょう。これなん、この大体赤に注目してください。大体ここは急上昇とか初登場が大体赤だから。やばい、赤いっぱいあるじゃないですか。これ今あったらやばいんだよね。解散だよ。よし、じゃあもう勢いだな。次々とランキングを見るが、100位から61位までの間にポケミの名前はなかった。さあここに入ってなかったらとりあえず解散はなしと。やばいの俺も起きた。やっぱなんかこの防線が先週ないっていうのが嫌だね。おおガタ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 。おお、なんだよ白石丸。よっしゃ。さらにランキングボードをめくっていくが、なんと21位までの間にもポケビの名前は出てこない。ない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 。そうか、ということはこれでココリコの田中と交代はなくなったわけです。やったー。まず19、20はないだろうこれね。あ、これ違う。違う。これ17も違うだろう。あ、これも違う。違う。あ、防戦だ。防戦だ。これが戦略でしょうね。あれ違うわ。お前今井美キュリップ。嘘だ。そして11位にもなく、いよいよベスト10。マジで。コマーシャル。この後いよいよ発表。この番組は花王とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。やっぱり焼肉に出てますよね。ほんと今までよし。ダペキゲストにダペキ。まず拭き取る。次にパッティング。そして本当にカネボウ素肌ツルルンローション。ローションの後は乳美容液。人生に V。月々の負担が軽くなった朝日生命の V シリーズ。ウォーマット王国へようこそ。ウォーマットは使いたいとき使いたいだけ使えるのじゃ。ゲートマーシウォーマットじゃ。だって8時間だもん。スタミナ半分。水の中だって取れる。スタミナハンディカー。 It's a Sony。今日も松本清でお買い物。お母さん。明日も松本清でお買い物。お母さん。何でも揃う、何でも安い。お母さん、どこ行くの？松本清。よし、もう198はないだろうから行くぞ。さあ、工藤静香、天野浪江、スマップ。そうそうだろ、メンバー。セオリーの上行くか。8位がイエローイエローハッピーが8位でした。さあ、その上行くか。待て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 待
ゼロゼロするんだ。当社の中で1位だよ。お前寝っただろ。やっとやっと。ないです。ないです。嬉しかったな。プレッシャーあったんだよ。な。ありがとうございます。本当に。ありがとうございます。お前ね。うどん、こういう時こそ歌わなきゃ。あの歌を。Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to Last King Character Live! 仲良しの人組がアクリルコントに挑戦、初登場、ルーレットボーイズ。今日こそは俺たちの手で、はいはい、あいつを白状させてやろう。はい、出してみせますよ。よし、白状させましょう。よし、まず始めましょう。はい、浜口刑事、頼むぞ。いきます。よし。いや。うっかりか。必ずあいつを吐かしてみせます。よし、頼んだぞ。頑張れ。行ってまいります。お願いします。うっかりしすぎだ。うっかりうっかり。さすがうっかりでか。よーし、あ、よーし。それじゃあ取り調べよう。始めよう。椅子ないっすよ。椅子ないっすけど。うっかりうっかり。あ、うっかりされたんですか。取り調べよう。調書取らなきゃダメだな。うん、そうですね。そうかそうか。よし、じゃあちょっとあの紙な、うん、ないからちょっと取ってくるわ。ああ、そうですか。なんで立ったんやかな。調書じゃないですか。忘れちゃったんですか。うっかりうっかり。うん。いや、そこ壁ですけど。よし、分かった。よっしゃ、次、ありの出がお願いします。でか、ちょっと待っててくれ。いいかな。いいぞ。いいやろ。いいよ。俺が決めることだな。そうだそうだ。お前。さあ入ってもらうぞ。え、バリバリ、痛い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 。これどっちに？痛い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 。バリバリ痛い。バリバリ痛い。早い早い。じゃあ続けてか。おお。おお。行きましょう。はい、おはようございます。はい、どうぞ。おはようと、返す挨拶、朝の顔。お願いします。お願いします。はい、これか。はい、楽しいな。はい、これから、はい、これか。お。戸を開けて、犯人を見る。また閉める。なんでだ。なんでだ。入らないと。入らないと。お。お右足を出したその手が止まらない。なんで右足を出したその手ってなんだ。なんなんですか。なんなんだ、なんなんだ、なんだお前は。
よそ行きで。お前がなんだよ。全然よそ行きじゃねえ。しかも俺どんなよそ行き来てんだ。いやもう暑いから帰っていいっすか。暑いし。暑いっすよ、ね、暑くない。ああ暑くない暑くない。わけわかんない。暑いっすよ。俺の気持ち、俺の気持ちだから暑いのは。しらを切る。そんなお前がいじらしい。何何なんでしょう。いじらしいんですか。言い返す、うん、お前が憎い。ここだけの話。字余りすぎじゃないですか。すごい4つぐらい余ったような気が。立ち上がる、うん、それも説明すんの。振り向きたまにまた座る。主婦に大人気のスーパーショッパー、今日は何を売ってくれるのか。ナンピーなんだ。何、今日は私ナンフィーごと買っちゃおうかしら。あら、まあ、抜け駆けは許さないわよ。ナンフィーなんだの売りなりテレビショッパー。ナンフィーよ。ナンフィーナンフィーナンフィー。はい、皆さん奥さん聞いてね。今回皆様方にご紹介する商品はね、スーパーマグネットでございますよ。これナンフィーです。くださいください。っていうかここで抱いてください。やめなさい。さあさあ奥さん方ね、こういうマグネットのやつ持ってるでしょ。磁気ネックレスとかね、このブレスレット、おまけにこの磁気健康サンダル、これねもう全部ポイッ。あら、いらないの。腰痛、筋肉痛、肩こり、これ一個で触るだけでこれ治っちゃうの。そうかしらね。この中でさ、肩こりのひどい人いない？うん、あ、私肩こりなのよ。こっから上がらないのよ。それ精一杯。あ、四十肩ね。これをね、ちょっと当てるだけでいいんだよね。当てるだけ。当てるだけ。当てるだけ。はい、奥ちゃん、見て、見て、あら、見て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 、ほい、ノー。筋肉痛以外に体柔らかくなっちゃうの。なんかそれは嘘。それは無理よ。それは無理よ。ちょっと来て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 。いや私は体硬いもん。じゃあ上がって、こう前屈やって、ここで。あれ、うん、いや無理よ。硬いわよ。はいはい。うわ、あら、もうちょっと上がるだけで。ちょっと無理してるけど、ちょっとやってみて。はい。これ、はい、前に。かがむのね。上がって。硬いわね、奥さん。精一杯。もうダメダメ。でもね、これはちょっと押すだけで、これ、ほい、おい、怖いかよ。離したらほら、逆に、すごい、すごい、すごい効き目じゃない。逆にやってみよう、これ背筋、背筋、横になって。背筋もう本当に、うん、背筋弱っちゃうんだよね。無理無理。ちょっと奥さんここ押さえてあげて。はい、うん、はい、じゃあ奥さんちょっと上げてみて、背筋。背筋上げる。はい、はい、あこれ毎回はそうだよね。でもこのスーパーマグネット押さえるだけでいくわよ。はい、おい、怖いわよ。行き過ぎよこれ。ここまで来たわよ。怖いわよ。試しにね、2つやってみよう。やめてあげてよ。もうまず1個、まずもう1個。おい、はい、いくらかしら。これ1個で2000円でどうだ。安い、信じられない。安い。揃わないわ。合わせにくいわよ。しかし今回特別価格、これにこのちっちゃいのをつけて全部で10万3000円でどうだ。これはこれはちょっと高いんじゃない。安い。好きなユニットにハガキで応募してください。人気のあるユニットは再びライブに戻ってきます。おハガキお待ちしてます。ポケットビスケッツアルバムエンディング対決、
さあグリーンマンも絶好調、はい、ありがとうございます。しかし喜びに酔いしれてる場合じゃないだに、はい、今度このアルバムが出るな。でそれぞれの持ち、はい、持ち歌がある、はい、それを流してもらうべく戦いを繰り広げる。とりあえずお前はグリーンマン。あ、はい、千秋は3曲新曲あるけども、はい、どれピンクとホワイトとバイオレットあるけど、うん、今日は1曲目のアルバムの1曲目の、うん、ピンクプリンセスをかけます。おーおお、わしはもうもちろんホワイトサマーヘブン。いやオレンジでしょ。わしはオレンジ、オレンジ。それぞれの持ち歌をかけての戦い、はい、第1弾は、はい、この神社の階段を先に登った方が勝ちです。待て、それはあんまりだから、じゃんけんだによ。本当ですか。塩コレートパイナップルで先にじゃんけんで一番上まで登ったやつが勝ちだに。パイナップル、塩コレート、グリコのおまけ。よし、じゃいくだに。せーの、じゃんけんぽい。グーが一番多いから。あ、そうなんだ。せーの、じゃんけんぽい。やったー、俺ら一番でしょ。グーリーコーのなんかムカつくなおまけ。おい、じゃいくぞ。やったー、なんかいいやつ見下ろせるってことだよね。せーの、じゃんけんぽい。やったー、すごい乗ってますね。じゃんけんぽい。チーヨーコレイト、じゃんけんぽい。勝ったー、素晴らしい。その後も勝ち続けるウド。勝ったー、やった、まだ負けたー。負け続ける千秋。勝ったー、じゃんけんぽい。はい、チョキ、はい、勝った、はい。チヨーコレイト、チョキ、グー、はい、ウド。千秋一度も勝てぬままウド、いよいよリーチ。グー、やったー、グーリコのおまけ、やりました。風の谷のナウシカ、この後すぐです。このネスカフェエクセラ1本で入れたてのアイスコーヒーが100杯もできるの。1本100杯、おいしい夏、ネスカフェエクセラ。に応じて形を変える、3つの安心、東京海上安心生命から。なぜなかったんだ、あのイーナカードがショッピングで市街通話も使えるやん。もちろんお得や、お得や、いろいろ使えて大好評。100万人突破、日赤イーナカード。入会フェアやってます。ね、これ